はい、こんにちは、まえチャンネル前原です。はい、今回はですね、2017年買ってよかったものランキングベスト3、去年もやったね、我々ですね、たくさんのおもちゃ製品をレビューしてきたわけなんですけれども、はい、その中でそれぞれえいしんくんが良かったものベスト3、おとちゃんが良かったものベスト3を今回は発表していきたいなと思います。はい、じゃあ今年もですね、おとちゃんからやっていこうか。どうかな、えいしんくんからやる今日は、うん、あ、じゃあ今回えいしんくんからやりましょうか、うん、じゃあえいしんくんの第3位はメタルファイトベイブレード。あー、そうね、うん、メタルファイトベイブレード、これは今年から始めたもんね、うんうん、またベイブレードバーストとは違ったね、うん、この迫力ある戦いができて確かに面白かったもんね、うん、敵の音がさ、すごいね、キン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 だってね、うん、すごいやってて楽しいね、うん、で、実はですね、メタルファイトベイブレードまだ2つ他に買ってまして、お、こちらギャラクシーペガシス、うん、で、こちらがエルドラゴデストロイ、うん、この2つを買ってありますので、またこれはそのうちやりましょう。はい、はい、はい、じゃあえいしんくん第2位はポーダメロンのヘルメット。あ、そう、うん、これが2位。なんかすごい音も良かったし、うん、なんか本当にXウィングに乗ってるような気分になった。あ、そっかそっか、うん、で気に入っちゃったんだ。うん、それで2位、今年の2位に入るぐらい気に入ったってこと。うん、そうなのね。よいしょ。まあ確かにね、えいしんくんの頭にぴったりだったしね、うん、スイッチオンするよ。あ、うん、そうだね、これ確かに良かった。あのマイチャンネルウォーズのエピソード4、うん、これでも使ったし、確かにこの X ウィングの音はね、こっから拾ってきたから、うんそうそうそう。じゃあ、エイシン君の買って良かったもの今年第1位は任天堂スイッチ。あー、そっか、うん、まあそうだよね、うん、そうだよね、確かにこれは買って良かった、うん、パパも大変これは良かった。あのゼルダの伝説ブレスオブザワイルドもやったし、スプラトゥーン2もできたし、スーパーマリオデッセイ、うん、あ、すごい楽しく、ゲーム実況チャンネルの方ではかなり有効活用させていただいたね、うん、あ、でこれはあれだよね、スプラトゥーン大会で使ったこのグリップをつけてるね、うん、常時つけてる感じだね、はい、はい、ヨシン君も最近スプラトゥーン2よくやってるね、ヒーローモードを特にやり込んで、もうちょっとでクリアってたからね、うん、はい、わかりました。じゃあ今度はパパのトップ3やっていきましょう、うん、まず第3位はこちらですね。お、これね、皆さん馴染みないと思うんですけど、動画にもほとんど出てこないんだけどあのイエティプロっていうですね、マイクです、うん、これね、ゲーム実況チャンネルの方でよく使ってるんだけど、あ、確かに、そう、このライ置いてテーブルに置いてパソコンつなげてこっから録音してるんだけど、うん、これね、すごくいい音が取れる、うん、ね、すごいね、ね、すごい気に入ってる。あのゲーム実況チャンネルの最近の実況の音声は全部これですね、うん、すごくね、クリアに取れてとっても気に入ってます、うんうん、レーシングのギターヒーローも最近はこれで撮ったりしてますね、うん、はい、2位はこちら、おー、こちらです。ブラックシリーズのダース・ベイダーのライトセーバー、これ最近紹介したね、うん、あのポーダメロンのヘルメットと一緒に、そう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 、だからブラックシリーズで2人ともランクインしたってことだね結局2人とも2位にランクインした。そう、これね、まあちょっとこの歯の部分はそんなに光ってないんだけど、うん、ただこちらの柄の部分のクオリティが最高に高くてこれすごいよね、ほんと本物かっていうぐらいね、ピカピカしてて、うん、大変気に入ってます、はい、ちょっと重いんだよね、うん、ちょっと重い、そう、重いからいい、うん、アルティメット FX ライトセーバーと比べると全然重いね、こっちの方が。そうだよね、あっちはプラスチックでこっちは金属使ってるからね、うん、すごいね、全然違う。はい、では2017年お父ちゃんが一番買ってよかったもの、うん、こちら、あ、ナーフ。なるほど、ナーフだね、ナーフシリーズ。あー、今年から始めたんだけど、あのゾンビ、そう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 、北対ゾンビ、そう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 、北対ゴースト、そう、半年も経ってないんだけど、ハマったよね、ハマった、すーごいハマった、うん、で、面白い、やっぱね、男の子こういうの好きなのよこうやってね、こうやって打つ感じがすごくいい、うん、これもショットガンタイプで、うん、カチャッと締めるのがね、これ、そうそうそう、これこれが、これがね、めっちゃかっこいいね、そう、だからナーフシリーズが今年買ってよかったかな。その動画もね、割とね、再生されて、うん、いろんな方に見ていただいたんでね、うん、うん、ロバとしてはライトセーバーよりもナーフシリーズ、うん、今年は良かったかなっていう気がするね、なるほど、はい、なんでパパは1位にしました、うん、はいはい、ということでですね、もう年の瀬ということでちょっと早めではあるんだけれども、うん、2017年買ってよかったものベスト3をそれぞれ発表させていただきました。はい、
まだね、これから、去年も言ったんだけど、まだこれから、多分買ってレビューするものとかあったりすると思うんだけど、うん、まあ、現時点ではこれが一番いいかなという感じですね。うん、はい。はい、ということで、今日の動画が面白かったなとか、気に入ったなと思った方は、ぜひ、いいねボタン、高評価、グッドライクお願いします。はい。そして、ぜひ、お友達にも教えてあげてください。うん、それでチャンネル登録も、よろしくね。ということで、今回は以上でございます。バイバーイ。